で、エンザイファイルですかね。はい。はい、こちらですね、はい。はい。こちらでいいですか。はい。はい、これが、8月号、はい、のエンザイファイルで、まあ、エンザイファイルは出ると僕はいつも、はい、まあ、読んでるんですけど、うん、まあ、特に最初はこれ今回、紀州のドンファン事件っていうのがあって、はい、果たして赤字もやったのかっていうのがあって、うん、ね、ここに書いてあるんですけど、これがまあ僕も本出してるわけですから、はいはい、この番組でもね、何度か取り上げましたので、ね、本当にやってんのかどうかと思いながら、はい、で、まあ、だいたい全部の記事はパーッと読むんだけど、やっぱり力の入り方が、記事によって、はい、うん、最初にこの記事読んだわけです。なるほど。はい、なんて書いてんだよと、うん、あ、俺の本引用されてるかとか、視点はどうなんだとか、はいはいはい、あとは僕の知らないこともあるから、うん、で、次に関東にこの、これがあったんですよね。はい、あの元俳優の再起をかけた戦い、うん、はい、であって、こんなのあるんだって、俳優さんこんな事件やってたんだとかって思って、うん、それも知らないっていうか、はい、で、へーって言って、まあ、読んでたわけですよ、はい、こんなのあったんだ、あ、冤罪なんだって言って、気になったのはこの中にあの東住吉事件の無罪になった青木さんが支援しているっていう、うん、はい、いうことが分かったり、まあ、二村さんというね、ジャーナリストの方、はい、これは和歌山カレー事件でも来てくださって交流がある方がクラウドファンディングを企画したんだっていう記事があって、はい、あとはこういう写真があってね、はい、どこがおかしいとかっていうのが書いてあるわけですよ、はい、うん、で、ああそうなんだって思って、でも青木さんが言うんだから多分冤罪の匂いプンプンなんだろうなとか、うん、二村さんが言うんだからプンプンなんだろうなってってだけ思ってたんですよ、はい、で、あと他の記事読んでたんですよね、はい、あ、じゃあちょっとあの二村さんとあれ出してもらえます、はい、出てます、はい、これですね、はい、はい、まあ俳優的には悪そうな、まあ悪い役の俳優さんですから、悪役の俳優さんですから、はい、で、あのやってたんですよね、はい、でもう一個じゃあついでに三村さんとこれですね、うん、青木さんと、はい、この上の女性が東住吉事件で、まあ、冤罪、はい、被害者になっていた、そのいわゆるその事件で被害者となった方のお母さん、いえいえ、あ、そうそうそう、ですよね、だから青木さんはね、いや、被害者というのは死んだ人ね、そうそう、亡くなったのが、亡くなった人の冤罪被害者でいうとこの人が冤罪被害者、そう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 、で、この人は、お母さんで犯人と言われたんですよね、そうそう、我が子を失ったら犯人にされちゃったっていう、そうそうそうっていうことで、まあ、実際は全然違う、違う、本当に事故だったっていうことだったんですけれども、まあ、彼女がね、無事無罪があのちゃんとあの証明されて、で今現在はこの事件をサポートしているということです、ね、まあ、いろんな事件サポートして、うん、別にメインでやってるってことじゃないんですけど、はい、まあ、支援をしているものの一つということですね、うん、はい、で二村さんは、まあ、こういう不正とかいろんなことをやってる、まあ、ジャーナリストの一人で、はい、和歌山も取材していただいたり、はい、大阪にも来ていただいたり、はい、まあ、お話をしたりで、まあ、情報交換をしているという感じの方で、はい、先ほどのその元俳優さんのこの事件の、目撃者の証言をカメラに収めたっていうね、こともされてるだから中心的に活動してるって、はい、で、まあ、そう思って、あ、こんな事件あるんだなって思ってたら、うん、はい、某刑務所からお手紙が来たんです、はい、そしたらこの方だったんです、あ、この大地さん、はい、はい、まあ、本名は違うんですけど、はいはい、方から私はこういうものですと、はい、で、この冤罪ファイルの記事が入ってて、うんうん、これのコピーがその手紙に入ってて、あと新聞記事が、うん、当時の新聞記事が入っていて、うん、私はこういうものですと、はい、でもこれ私は冤罪だと、冤罪なんですと、私は絶対にやっていませんと、うんうんうん、でこう自分の言葉で、まあ、きちんとした文章で、今冤罪再審するんでご支援いただけませんかっていうような、うん、形で来たんですよ。で、弁護士さんのお名前と住所も全部書いてあって、うん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 、この人が再審弁護人になりますということで、うんうんうん、あの一審からやってくれてる弁護士さんですっていう方で、まあ、調べればそれなりに刑事司法にも頑張ってるというか素敵な方なんですよ。で、弁護士さんのまあ名前はあるけど、名前があるってことは連絡していいってことだなとは思ったんだけど、うんうん、一応念のためにと思ってお返事を書いて読みましたと、うん、で
まあそうなんですねっていうことで、うん、まあ何ができるか分かりませんが、うちらはこう個人を被告人というか請求人を直接サポートすることはしていないので、うん、弁護人をサポートするというのが役割なので、うん、弁護先生が OK であれば、うん、あの支援はやむさかでありませんと、うん、で先生にお手紙あ連絡取っていいですか、うん、念のために聞きますったら、まあちょっとしか帰ってきて取って構いませんと、うん、ぜひお願いしますっていうことで、まあ帰ってきたので分かりましたということで、先生にお手紙とか自分たちの紹介こういう主義、はい、趣旨ですっていう、はい、で本を送ってご連絡いただきたいですっていうので、はい、まあまだ連絡はないんですけど、うん、で別件で青木さんと話す機会があったんです、はい、ちょっと別件の相談があって、はい、青木さんに電話かけて、青木さん実はこういうことが起きていて、うん、どう思いますかっていうので青木さんに相談をしたら、はい、私はこう思いますよっていう自分の意見をくださって、うん、あなたがこうやりたかったら別にいいけど、うん、トラブルになる可能性もあるし、うん、あのああいうこういう特徴のある方なので、その分かった上でご判断されたらどうですかっていうのがあって、うん、ありがとうございますって言って、うん、それでまあ自分の中では気持ちが固まって、あとはオペレーション上どうそれを進めていくかっていうことなんですけど、はい、っていう中で、あところで別件なんですけど青木さん冤罪ファイル読みましたと、うん、あのこのね京都放火事件をの支援をされてるんですねって、うん、あはい やってますって言って読みましたと、うん、でさらにあの本人からお手紙いただきまして、うん、あの支援できないだろうかということでしたって言ったら、うんうん、まあもう、厚木さん絶対やってよ、うん、一緒にやろうよ、みたいな感じで。で、新村さんがね、中心的だから、うん、新村さんと連絡取ってる。多分面識あるんじゃないって言って、その時すぐ繋がんなかったの、うん、新村さん。で、今度何最新の準備の法医学の人と先生と、まあ、新村さん何人かで、ズームで会議するから、うん、その時に話しとくよ、厚木さんのことを、うん、って言って。僕先生にはお手紙書いたんで、先生が OK であれば、はい、まあ、自分のできるサポートはさせていただきたいと思います、うん、って言ったら、私はあの事務局もできないし、うん、なんか探してたのよ、そういう人をっていうか、うん、だったらまあ僕はできるかもしれないし、ちょっと先生がどう思ってるか、うん、新村さんがどう思ってるかによりますけど、うん、って言って、まあ、それで、まあ電話を。切って、うん、そこから真剣に検索始めていろんな、うんうんうん、ただやっぱり新村さんが書いた記事とかあって、まあやっぱり読むだけじゃ全部理解はできないんだけど、うん、あこれはちょっとやっぱり匂うなっていう感じ。なるほど。ただ覚醒剤をやってたっていうことがあるので、うん、だからっていうね、全部覚醒剤やってる人は自分で覚醒剤やってますって別件で行かないでしょって思うんですよ、うんうん、普通でも、なぜ警察に行かなかったかみたいな、うん、すぐ助けを求めないのかっていうか、うん、いや、それ普通の人の感覚で、覚醒剤やって今、ね、ラリってる時に助けてって言うと、覚醒剤で捕まるっていうことじゃないですか。うん、そうですね。だから、それは別に合理的な疑いのことじゃなくて、当然の行動じゃないのと思うけど、そこが怪しいとか。で、まあ、判決文を送っていただいて、まあ、判決文から先に読んじゃうと大体犯人に思うんですよね、うん、まあそうですね、犯人にである前提だからね、うん、あくまで、ね、だからそうじゃない弁護側の、うん、ね、その最終弁論とかから読めばよかったんだけど、まあ先に来たんで読んじゃったんで、まあこれから、最終弁論とかいろんな書類送ってもらったりで、今新村さんの連絡待ちで、うん、まあ新村さん聞いてたらお願いね連絡ちょうだいで、まあ、できるサポートを、うん、まあ、僕は、ね、出版とかね、なんか冊子を作るとか、うん、ただ、青木さんがね、自分でペラ1枚作ってるんですよ。うんうん、だったらね、僕がもうちょっと分かれば、見開きのやつ作ったりして、はい、ただ青木さんは自分がいたところで配ってますっていう。うん、それが認知を広げたいのよ、うん。それが冤罪だっていうことが広がってないからっていうので、うん、まあ、じゃあ僕 YouTube でも話できるし、今度やるんで、そんなことを話しますよっていう。うん、まあ、まだね、別に支援するとは決まってないですけど、うんうん、読んで冤罪の匂いはすると思ったから、うんうんうん、そこまで話しますねって。具体的な絵についてはもうちょっと、新村さんや弁護士先生と会って話して、うんうんうん、確信を得てから内容については話しますっていう、まあ、ことで終わってるんですけど、なので、これが、うんうん、まあ、
いつになるかわからないですけど、はい、連絡取って行って支援すると決まれば、うん、まあ僕は和歌山カレーとこれをまあ支援する、うん、まあ最新ですからね、相当厳しいと思うんですけど、そうですね、でまあ本人の一審でもう決まっちゃってる、でも最新請求です。あ、だからさ最後まで行ってるんですね、最高裁まで、ね、最高裁まで行ってますよね、うん、で最新請求でじゃないともうね無期懲役みたいなもんですから、そうですよね、で自分はやってませんっていうことでやってるんで、うん、まあ、どこまで何ができるかは分かりませんけど、できることはまあしようかなっていうのが今の現在地っていう感じですかね。なるほど、うん、はい、ぜひね読んでいただければ冤罪ファイル売ってると思いますし、うん、あとはあの京都放火殺人事件で検索すると、はい、あのクラウドファンディングやったページがあるんですよ、うんうんうん、だクラウドファンディングやった時にどういう事件かっていうことを書いてあるんですよね、はい、なるほど、ざっくりとですけど、はい、だそうするとこんな事件でここが怪しいんだなとか、うん、なんかこう燃焼あるじゃないですか、燃焼っていうか火事だから放火してますから、はい、だからどこが一番燃えてるかとか、はい、だから火元がどこかっていう時に、うんうん、いやそこにはいないでしょうとか、うん、で最初の時と実況見分証とか変わってるんですよね。なるほど、なんかそれってよくあるじゃないですか。そうですね、よくある。誰かを犯人に仕立てるためにね、何か、ね、だって事故じゃダメなんですよね、うんうんうん、だから事故じゃなく殺人にしなくちゃいけなかったっていう、ことがあったんですけど、だからね僕らからするとあこれもしかしたらって思うんだけど、じゃあそれをどう立証するかっていうと、うんうんうん、ね、また捏造してる、多分証拠を多分捏造してるんで警察側がね、警察がね、はい、うん、だからそれをどう暴いていくかっていうの、うん、多分正式な証拠を見た中で弁護士先生と今一緒になって、ね、ここにコピーの線があるとかないとかね、はい、なんかそういうところからここのがおかしいとか多分バーってやっていかなくちゃいけないと思うんですけど、そうですね、まあ、それはまだ話を聞いてないんで分かんないですけど、うん、まあそんなのがあるよっていう、なるほど、ことで、まあ、途中経過というか、はい、ご報告というか、はい、いつか ねなれば正式にこういう事件でこうでって和歌山カレーのようにお話はしたいと思うんですけど、はい、そうですね、はい、はい、ということで、関わるかもしれない月部さんがね関わるかもしれない事件についてということで、まあ、本当にねこの冤罪ファイル見るとねよくあの毎回私も思いますけれども、冤罪っていっぱいあるんだなっていうのね、もう本当表に出てるのは本当にね氷山の一角で、あっちこっちに冤罪があって、まあ、本当に警察がいっぱい調べた中で何かの証拠が見つかってないために犯人になっている場合もあるし、完全に作られてるなっていうものもあるしっていうね、うん、本当もう様々なレベルの冤罪がありますけれども、もう明日は我が身かもしれないというところね、狙われたら絶対有罪になりますよ、ね、うん、だって証拠作るんだから、うん、そうですよね、うん、なので、まあ、そのことはちょっと、知っておいていただければというところでございます。